いやでもね、あなたはね、あれよ、おしゃれ、おしゃれで、あ、ほら、おしゃピクとかやってるんですか？言ったの？言った。なんでおしゃピクなの？わからない。ちょっと待って、おしゃピクどういう説明したの？ごめんな。え、おしゃピクはおしゃれなピクニックでしょ？マジね、おしゃ。なんで？いいじゃん。おしゃピクは。あ、私は感動したんだよ。いや、おしゃピクっつってね、あの聞いてくださいよ。あのおしゃれなピクニックってのを。この中学生にしてやってるわけ。芝生になんかおしゃれな布っぽいの引いて、おしゃれなねケーキを持ち寄るわけ、みんな一つずつ。それでもってなんか談笑するっていう素敵会をねやってんだって。で、私はそんな青春を送ってこなかったからびっくり、あ、びっくりしてすごいなって話してたの、みんなで。検品にはない青春だねって言って、それなって。何人ぐらいでおしゃピクしてんの？いつも。いつもじゃないよ。まあ確かに、あの冬とかは無理だし。何人、じゃあ最大何人でやったの？その時がなんか、うん、その最初めは、うん、なんかそんなこと、ちょっと待ってそれって惑わさせてたら、いや、ちょっとバレたか、ね、うん、最初何人だっけ、7人ぐらい。7人他クラス呼んで、他クラスわかんないけど、男の子ちょっとたまたま会って、その後は、うん、その子っちも含めて遊ぶ。え、何？ 7 人で女の子ちゃん、女7で最初やってたのに、すごい男が混じってきて、たまたまだ、本当にたま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 、本当にたまたま、なるほどね。で、それそのまま合流して遊んだと。遊んだ。なるほどね。何？いや、別にいいなと思って、いいなと思ったの。あ、混じる、一緒にやる、ま、混じる、あ、混じっていいの？いいんですか？紹介するよ。じゃあ、本当です。中学生に混じっていいんですか？身長同じぐらいだしね、ちょうど。あ、いけるか、確かに。あ、私この間ね、あのね、JK のコスプレしたの。JK コスプレディズニーなんていうね、痛いことを24にして初めてやったのね。あれ着てって、なんだろう。あれ、ちょっと、入ろうかな。こんにちは。転校して、転入生のキサラギ、キサラギ、キサラギ、あゆみですみたいな。ちょっと転校生で、転校生の名前って大体なんか素敵じゃない？そう、そう、セリザワとかさ、セリザワおしゃれな感じ、あゆみちゃん、ね、キサラギとかセリザワとか勝手にその辺な気がしてる。